それでは釧路ビアリーグ2022デビジョン4、見事優勝に輝きました釧路トヨタチーム、山崎彩乃さん、武蔵さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ついにですか、武蔵さん、初優勝ありがとうございます。実はこれ6年間でずっとプレーオフ行ってなかったんですね、トヨタさんですよね。最後は、6年前にホッチャレーズさんに負けてだったんですけども、今の気持ちをお聞かせください。初出場で初優勝できてとても嬉しいです。そうなんですね、彩乃ちゃん今年初めて出て初優勝、皆さん7年間も出て今回初優勝なんて運を持ってきてくれたんでしょう、彩乃ちゃん今の気持ちを。そうですね、長年夢見た優勝だったんで、また来年もここに立てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。いや、今日反則多かったですね。リードを奪っていい感じかなと思ったんですけど、なんかどんどん反則で雲行き怪しくなったんですけど、不安じゃなかったですか？不安じゃなかったですか、反則 PK ばっかりで。苦手だったのでちょっと取らないでほしかったです新加入選手もたくさんいる中で、本当にトヨタ良かったですね、今シーズン。そうですね、いろいろありましたけど、皆さんの力で謙虚に頑張れたと思います。今年コメントが今年優勝ということで、もちろん2023釧路ビアリーグも出てくれるかな。せーの、いいとも。ありがとうございます。古いネタに付き合っていただきましてありがとうございます。じゃあ来年2023年ビアリーグも4月開幕予定なんで、皆さんまた出場お待ちしております。本当におめでとうございました。